お疲れ様です。今回ね、Google マップ皆さんご利用だと思いますけども、Google マップに写真とか口コミとかを投稿する機能ってあるでしょ。あの投稿の数とか質によって、実はね、ローカルガイドのレベルが与えられるんですよ。全部でレベル1からレベル10まであるんですけども、私ね、レベル9までたどり着いたのが2年ほど前だったんですよね。で、そこまではものすごく順調に、言ってみれば、あっという間にレベル9まで来たんですけども、これね、最高レベルのレベル10まで、それまでのペースよりも激しく書き込んだり、写真投稿したりとかしてるんですけども、全然いかないですね。で、今やっと 54% なんですよね。だから、見通しとしてはあと2年か3年ぐらいかかるかなと思います。いや、これね、レベル9まで来るのは、まだしもレベル10になるの大変ですよ。いや、でも、いつかレベル10行くでしょうね、このペースだったら。そこまでレベル10にどうしてもなりたいってわけじゃないんですけども、やっぱり出先でやっぱり写真を投稿しちゃいますね。特に飲食店行った時とか、写真撮影して投稿みたいなことしてね。駅とかね。それからショッピングセンターとか。なんかその橋とかね、港とかもね、投稿できるんですよ。とにかく、Google マップを充実させれば、その貢献度に合わせて、様々な特典があってね。で、Google の本社に招かれとかもあるんですよ。今度行ってみたいなと思うんですけどね。はい。で、今、8月の投稿が1,569,451回も新たに閲覧されたんですね。150万回もアクセス集めてるんですよ。いや、すごいですね。獲得ポイント621と、投稿件数。8月で、だから111でしょ？1日に3件とか投稿してる激しい投稿じゃないですか。で、150万件もアクセスがついてるわけですよね。こうやってスーパーに行っても、そのスーパーの中の写真をこう投稿したりとかね、海賊亭ってからね、飲食店の投稿したりとかしてるわけですよ。新しいバッジまでもう少し。はい。あなたが投稿した写真の閲覧数が143万1000飛んで64増えました。あなたが追加した口コミの閲覧数が 43,948 増えました。この調子でやるぞ。よろしくお願いします。